どうもこんにちは、極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ムエタイが作った最高傑作、まさに神業としか言えない技術で満州を魅了する史上最強の男、センチャイ PK、 センチャイムエタイ人。私は彼について以前当チャンネルにおいて、その日本での最初期の試合であるリングサウス、そして竹村健二との戦いをご紹介させていただきました。今回はその続きからお話しさせていただきたいと思います。センチャイは同年、やはり1ヶ月から2ヶ月というハイペースで試合を行い、2006年7月2日に NJKF ウェルター級1位石毛慎也と対戦。その時センチャイはルンピニスタジアムスーパーフェザー級チャンピオン、ラジャダムナンスタジアム同級1位とされ、体重ハンデをつけなければ試合が成り立たないほどの強さを誇るセンチャイソーカムシンのリングネームで活躍していました。そんなセンチャイと比べ、石毛慎也は驚くべきことに3階級も上の選手、体重も 66.68kg。 センチャイのベストウェイトは本来56から57キロとされ、プラス12キロはあまりにやりすぎとも言えるでしょう。そんな中、センチャイが無理やり体重を65キロまで増やし試合に挑んだとされ、試合開始早々からその動きはあまり重く、腹回りから足に立ってもたっぷりと肉がついている様子が見て取れました。それでも素早い前足でのローキックで牽制し、ステップインしての飛び込んでの突き刺すような前蹴りで観客をどよめかせます。肘打ちを軽やかにかわしての鮮やかなる足払い、頭の上を通り過ぎるようなあまりにも高いハイキック、身長差をものともしない巨大な空間把握力、そして相手の足を掴んで転ばせていく、グローブタッチをしてからの一瞬のセンチャイキック、まるで天空から振り下ろされるかも。しかし増量の影響が大きかったらしく、4、5ラウンドはバテてしまい、スピードが全然出なかったと後に語っています。さらに2ラウンドで相手の肘を蹴ってしまい、右の親指を怪我し、メーターの技術を 60% くらいしか出せなかったと残念な様子を伺わせていたといいます。しかしそんな悪条件下においても相手の攻撃をかわし続け、自らの蹴りを当て続け、バランスを崩し試合を掌握し続けたのはさすがとしか言いようがないでしょう。さらにその3ヶ月前にセンチャイは現在ムエタイ、キックボクシングの最大手団体ワンチャンピオンシップで活躍しているムエタイの大会タイファイトの初代世界王者、フランスのファビオ・ピンカと戦っています。飛びながらのインローキック、その場駆け足のフェイントなどを見せ、センチャイワールド全開で第1ラウンドが始まり、そこから左ミドル2連打で腹を利かせます。第2ラウンドは相手のパンチをかわしてのクリンチ、そのまま相手の体に抱きつく小泣きじじい状態、余裕たっぷりに試合を楽しみ、そこからのいきなりの左ボディストレートを水落ち行き、さらにハイキックを見せ技にしてボディストレート前蹴り、足払いで反回転、観客を沸かせセンチャイキック、縦横無尽に動き回り、そこからボディストレート左ミドル、ボディストレート左ミドル。センチャイの最初の一手は腹のようでした。3ラウンドは重心をしっかりと落とし雰囲気を変え、やはり左ミドルボディストレート前蹴りを狙います。この緩急は相手にとってたまらないでしょう。さらに胴に組みつき投げ飛ばした。4ラウンドは相手の足を掴んで右足に強烈なローキック、最終ラウンドもいきなり押し倒しセンチャイキックを首相撲に行くように見せかけてのワンツー。この試合顔面のパンチというのはほとんど初めてに近いのではないでしょうか。最後まで相手を翻弄し続けての5ラウンド判定勝利を収めました。その後もセンチャイはルンピにラジャダムナンで活躍し続け、
そして日本に呼ばれた際も鮮やかなる一覧三ラウンド KO などを収め、その強さを示し続け、迎えた2009年7月3日ルンピニースタジアムに、その時点ではセンチャイソーキングスターと呼ばれていましたが、カナイ一人に対してテップン中 FA グループとサゲッターをヘッドバイアタの2人と戦うということに、2人目のサゲッタ王は2007年にラジャダムランとルンピニーでフェザー級王座についている。2010年にはルンピニーのフェザー級、2012年には同ライト級王座につき3階級制覇を達成するという間違いのない超一流。2007年と2009年には年間 MVP にも輝いている。その当時絶好調とも言える。試合前のくじ引きで順番が決められ、1から3ラウンドがテップン中、サゲッタ王が戦うことに。というのも対人的というのでしょうか。センチャーとテップン中はその年の4月に当たっている。その時は得意の組み技を全く生かすことができなかったと言いますが、今回は3ラウンドだけということで、初っ端から強引に組んでいきます。センチャーはまるで彫像のように動かす。膝蹴りを受けるままにしてハイキックを返します。まるでスタンプのように同じ展開が続き、センチャーも一瞬の隙を突きジャブやフックを返しますが、さすがに決定打にはなりません。第2ラウンドもペップ中はガンガン膝蹴りを蹴ってきますが、やはりセンチャーが全く動じず、打たれた差も凄まじいものがあるということを見せつけます。センチャーが転ぶ姿というのも変ですが、こういう時しか見られないかもしれないから、ある意味貴重かもしれません。よくよく考えればセンチャイはとにかくスタミナ消費を抑える作戦なのかもしれません。脱すれば至極なく極真空手という他人数組手と一緒、引き分けになれば勝ち。3なのもやはり相手にされる側ままになりますが、途中で両手を押して突き飛ばしたりします。さらに中段前蹴りに対して上段前蹴りを返されて顔面をかすめたりするところも、ある意味貴重映像と言えるでしょうか。3ラウンドをやり遂げたセンチャーの顔にはある種の解放感が溢れているようでした。いや、まだ終わってませんよ。はい、ここから下げる。今度はワンツー膝、ワンツーローキックと正攻法でぶつかっています。センチャーが首相撲でしのぎ、両手を伸ばし前を外し、足払い一閃、膝蹴りに対して片足を上げて耐え、相手の首相撲からまたも粉気じい状態で観衆にアピール。というか相手でかくない？これ体重合ってなくない？1対2プラス体重ハンデだとしたらやりすぎじゃない？さすがに相手も超一流ということで、センチャイもいつものように翻弄はできず、というかまあまともに試合になっている時点で凄まじすぎるんですが、最終ラウンドはミドルキックの応酬からやはり膝切れをしのぐ、その中でも相手を投げ飛ばそうとするあたりはさすが。そして試合終了直後に礼をしているセンチャイの姿がもう疲れ切っているという感じがして、本当お疲れ様という感じでした。相手と挨拶をし、すぐさまリング中央に大の字。こんな姿二度と見られないんじゃないでしょうか。センチャーの手が挙げられ、その時のレポートでもうこれ以上のハンディマッチは勘弁してくれとでも言いたそうな辛い表情が印象的だというのが、また正直少し笑ってしまいました。しかしセンチャーだからこそ、生ける伝説と呼ばれた彼だからこそできる、それはまさに神業と言えるものでしょう。多分もう二度と行われることがないし、行えるものも出てこない、たった一時の奇跡とも言えるものだったのかもしれません。私はこれからも生ける伝説、神業と呼ばれる歴代最高傑作の一人であるセンチャイソーキングス、彼のことを追って皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ
高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。